新蘭筆、三条和山三条和山は、新蘭の著作である、浄土和山、高僧和山、正僧松和山の総称である。南北朝時代には、この総称が用いられるようになる。高田派では、皇太子小徳法山75種を加えて、四条和山と総称することも。三条和山は1953年11月14日、国宝に指定された。 新蘭は晩年まで過失、採定する。親戚本は完全なものは発見されていない。先週地蔵の国宝本に一部が親戚と認められる限りである。文明本など書写本が数多く残る。書写する際に過失、採定され、和算数や順序などが写本により異なる。後に本願寺第八世蓮領によって、まの無念仏下と共に、 三条和産が開版され、門徒の朝夕の言行に用いられるようになる。浄土和産一巻は、法治二年頃の著作と言われる。三条和産の一つ。百十八種の和産からなる。高想和産一巻は、浄土和産と同じく法治二年頃の著作と言われる。浄土高想和産とも言う。三条和産の一つ。 新蘭が選定した七構想を称える119種の和算からなる。肖像松和算一巻は肖像末方和算ともいう、昭和元年頃の著作と言われる、三条和算の一つ。全部で116種の和算からなる。ありがとうございます。